皆さんこんこにちはブロガーのこですツイッター上でとんでもない、えー、暴言というかですねもうアホな仮説を流しまくってるコロナ投稿している長江市のですね、えー、とんでもないブログのこの仮説記事のむちゃくちゃぶりを解説していきたいと思いますけれども、えー、7月末にですねコロナが感染拡大している原因はですねなんと長江市曰く 五輪開会式をみんな家で見たからだそれが家庭内感染爆発だそれが原因だだから五輪の開会式さえ終われば七月三十一日にピークアウトするというですね大外れのとんでもない陳説を述べておりますなぜこれがとんでもなのかということを少しずつ紹介していきたいと思います え、長江氏ということで、このツイッター上でですね、もう完全にコロナ脳の人ですね。コロナ脳ってあのコロナ怖がる人だけじゃなくて、コロナ気,し気にしすぎる人もコロナ脳ですからね、コロナ大したことないって言い続けて1年、えー、全然全く説得力のないものを 適当なデータを貼り合わせて自分がコロナ大したことないって信じたいからそのためのデータを持ってるだけの陳説、えー、を用いてですね、6月下旬にはですね、えー、コロナはもう終わったとただの風邪だって言って感染者は1000万人でもいいとかって言ってるとんでもない発言をしている男でございます。 で、えー、まあこれがねとんでもない発言なんですけれども、えー、6月末に、ですねねこのもう、ね、このデルタ株の感染拡大の兆しが見えてきた中でですよ。 リバウンドだろうが、第5波だろうが、コロナはもう終わってんだよって言ってますけれども、全く終わってませんけれどもね、重症者、激増してますけれどもね、死者がいなければいい、重症者がじゃあ、何万人出てもいいんですかっていう話です。自分だけですね、コロナはただの風邪だって言ってるのに、自分だけさっさとワクチンを2回接種したから、もうどうでもいいと、人が死ぬほうが構わないという、そういう感じで、とんでもない発言をしてるんですけれども。 まあこのとんでも仮説ですね、7月末の感染拡大は、えー、五輪原因だ、どういうロジックを用いて、このむちゃくちゃなものが出てきたのか、解説していきたいと思います。えー、長井市のブログで、えー、もっともらしいデータ、全く関係のないデータを用いて、差ももっともらしい、情弱を騙すためのデータを用いて言ってますけれども、えー、要はですね、五輪開会式の視聴率がすごい高かったと、だから家で見た人は多いんだと。 出歩く人は少なかったんだとそのせいで4時間3密それが原因だって言ってるんですね五、えー、人の開会式を見た人が多いからそこの家庭内で感染が爆発したと彼は主張してますけれども、えー、アホですかっていう話で家庭のこと分かってないんじゃないですかねこの人。 家庭っていうのは5人の開会式がなくても365日毎日3密なんですよってこと分かってますかね分かってないでしょ家庭持ってるんですかって話で別に5人の開会式なくても、えー、家は毎日3密なんです5人の開会式の時だけ3密じゃないんですしかも4連休ですよ、えーね、学校も休み仕事も休み別に5人の開会式に興味ない人だって家にいるわけですよ旅行に行って家族旅行に行く人だっているわけですよっていうかそもそも人 5人の開会式の時だけ家庭が3密になってるとでも思ってるんですかね本当にね、私は家,家庭持ってないんじゃないですか家庭っていう言葉というか家庭っていう実態を知ってるんですかね五輪の開会式の時だけ家庭っていうのは3密になるんじゃないんですよ。毎日 毎日夜一緒にご飯食べたり、朝ご飯一緒に食べたり、休日はずっと一緒にいたり、毎日3密なんです。5人の開会式の時だけ3密じゃないんですよ。だからその時だけで、そのせいで感染爆発するってことはないんです。アホかっていう話ですよね。で、家庭で感染が拡大してるってことは、 どこか外から持ち込まれたっていうのが考えるのが普通ですよ当たり前の話ですよね、えー、普段同居している365日同居している家庭で感染が増えるっていうことはそこで 突然生まれたわけじゃなくて、誰かが職場なり学校なりからもらってきたから、家庭内の感染拡大がしてるだけで、だから職場なのか、学校なのか、誰かが遊びに行って持ち込んだのか、そういうことが原因だっていうことが、1年半コロナが経ってもわからないという、本当に無能だなっていう感じなんですけれども。 でで彼はですね年末年始もそうだって言ってるんですけど年末年始は違います帰省ですから帰省っていうのは同じ家庭内感染であっても例えば普段から同居している家族がいきなり感染。 ということは、外から持ち込まれたということですけれども、同居してない家族が例えば帰省で家に帰る、例えば東京の子どもが例えば東北の親に帰る、普段は同居してない家族同士が帰省で帰ったら、そこで普段は接してないから、そこで感染が拡大する可能性があるわけですよ、同居してないからね、だから同居ない家族での家庭内感染爆発っていうのは、それ原因にはならないんですよ。 同居してない家族同士が接した時に例えばそれでバーベキューやったとか帰省をしたとか。 ね、親と孫であったとか、そういうことで家庭がばんばんばするはずで、365日3密の家庭内の感染,かい感染が原因なわけがないんです、そもそも5人の開会式の時だけ3密じゃないんですってことを分かってないという、ですね、まあ、本当にですねこの方は家庭というものは分かってないんじゃないですかね、5人の開会式の時だけ家庭って密なんですか、いや、別に5人の開会式なくても密じゃないですよっていうことです。 まあ本当にですねしかもこのとんでもない改心の仮説ですけれどもね自信満々にツイッター上で「俺の仮説が正しければ7月31日がピークだ」とか言って「外れそうになったら祈ろう」とまで言って、えー、自分の仮説にですね自信満々に7月31日がピークだとか言ってましたけれども。 はい、外れました。全く大外れですね、7月31日どころか8月になっても、どんどん感染が拡大しております、五輪開会式で家庭内感染爆発が原因で、だから7月31日にピークで収まるなんて、まるで出たらめです。 いい加減も、もうほどほどです。もういい加減すぎますよ。これでストラテジストとか名乗ってて恥ずかしくないんですかね。でたらめすぎますよ。相関、相関するデータ持ってくりゃいいってもんじゃなくて、因果関係がなければ意味がないわけですよ。 本当に、ね、この人のデたらめはひどいんですけれども、えー、ということでとんでも長いしですね早くも仮説はでたらめということで全く全く見当違い全く何言ってるのかアホ,アホじゃないですかということで。 えー、ツイッター上で発言力があってこのとんでも長い氏の発言を真に受けてですねやっぱりそうか五輪の開会式やっぱり創刊してますねとか言ってるバカが多いですけれどもだから家庭内っていうのは毎日3密なんだよってこと分かってねえのかよっていうですね、えー、この親接長い氏にですね、えー、騙されないようにいや騙される情弱の人が多いんですけれどももっともらしいデータを用いて彼がやってることはコロナ大したことがないっていう自説を証明するために適当なデータを持って できて、因果関係のないコロナ五輪開会式の視聴率とか、まるで因果関係のないものを持ってきてるだけなんですよ。えー、そもそも彼はもうとっくにね。六月下旬でワクチン効果でコロナ終わったとか言ってるのに、全然終わってないじゃないですか。感染者一千万になってもいいとかって言ってたのに、なんで五千人とか四千人とか三千人でビビってるんですか。 コロナは多分の風だって言ってるなんでワクチン自分だけ打ってるんですかと長石の投稿を信じてコロナは風じゃもう大丈夫だとかって言ってこの人は自分だけワクチン2回打ってるから助かるつもりで、えー、これを信じてね動いちゃって感染して別に死ななくてもですよ重症になったら苦しむわけですよ、えー、このとんでもないですね大外れしまくっている、えー、まるで関係のない五人開会式視聴率が家庭内感染爆発それが原因だというですね、えー、とんでもない大外れの 仮説を言っているですねこのとんでもない長石の、えー、発言をですね心中のやみましょうというかいい加減このいい加減このさ術に気づ,気づくべきだということで乗客、えー、の皆さん長井の投稿を真に受けないようにこの人は自分だけワクチン2回接種してるからあの助かるつもりで、えー、それを真に受けて動いちゃった人は重症化して苦しむわけですからね是非、えー、このとんでもない、えー、大外れの7月31日がピー だとかいう本当に間抜けな予想をしていますけれどもデタ、えー、らめを信じないようにぜひ注意していただきたいなと思います。